社長が乗っている車の種類は何ですか <laughs> これはね、企業秘密だね。<laughs> だからね僕が乗ってるのはねビッツビッツとね IQIQ IQ ってすごいちっちゃい車あのー、私ねあのどっちかっていうとね小さい車乗りますそれはなぜかというと僕会社の中でねマスタードライバーって言ってあのー えー、この車を世に出しますかっていう最終決断者であり最終責任者なんですねでそうなるとこれってトヨタの車だよねというのを判断したりこれっていい車になってきたなっていうのをあの判断するセンサーを身につけなきゃいけないんです自分の体にそうしますと普段そのさっき出たようなねセンチュリーとか乗っちゃいますとあの非常にあのスムーズにあの揺れずに走りますから 私自身のいい車を感じるセンサーが鈍るんですよですからあの一番コンパクトな車にあの普段乗ってることによって、えー、私のいい車センサーがねあの絶えず研ぎ澄まさしておく意味であのいつもビッツとあれに乗ってますただビッツっていう車もヤリスっていう名前に変わりましたし、えー、私レースではカローラ乗ってますから来年の1月ぐらいにはあの今 大変ね、あの納期が遅れてあの大変申し訳ないんですけど、えー、私もさんざん待った上、えー、カローラがやっと到着するようなので、えー、次は来年からはカローラに乗っていこうかなというふうに思っています。はい、ありがとうございました。ちょっとイメージと違いましたでしょ,ょうしし、ね。イメージ違いました？<laughs> えなんかもうちょっとなんかめちゃめちゃ金ンピカの車の。キンピカ <laughs> <laughs> ね。ねキンピカの車のイメージだったんですね。はい あの推奨自動車でもうちょっと改良をしたいところとかはありますか。すると具体的ですね<ー>。<laughs> 誰かに言われた？<laughs> <laughs> もう改良ばっかりですよ。あのー、あやってねレースに出ながら開発してますでしょ。はい、そうするとレースっていう場所は他の人と競争をしてます。それからみんなが見てます。ね、ですから我々の失敗も あのうまくいったことも全部見られている中であのかつ、えー、他かのお車たちも必死になって競争しながらの中での開発ですからですからあのそういう意味ではね壊れたところもみんな分かってるし、ねえー、あそこ壊れたなって言ったら次の,あのレースでは直して持ってきたなということであのやっぱりねあのすごく時間はかかっ ていくと思いますけど、あのー、なんていうのかな、あのー。壊したからこそね、壊れちゃったからこそ、課題がわかるんじゃないのっていうふうにも思います。ね、あのー、要は。壊れるイコール、そこがある面限界なんですね。で、だけど、限界が分かれば、強くすればいい。それで、強くすると、今度は、他の部分が壊れてきます。 その連続を、まあ、今はやってるんですがですから今は壊れないもの壊れないことがいいんじゃなくてどん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 壊れていくどん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 課題が出てきた方がいいなと思ってます例えば今だと普通のエンジンに気、えー、体の水素をかけてるんですねこれがね液体に変わる時代が来ると思います、ね、で液体に変わると航続距離が約倍ぐらい伸びるんですよね それから一つのタンクローリーで持ってきたあのその水素で、えー、もっと多くの車がその水素をシェアできますそうすると水素の車同士の競争ができるようになりますでそうするとますます見る人が増えるでますます競争が激しくなるそうなるとまたその先にねあの新しいまた課題が出てくるんじゃないのかなということであの。 未来というのはよくみんなで作るものっていうことをよく私言ってるんですがそれはあの作る人もあの使う人もまた見る人もみんなで水素社会の未来を作る意味でもあ,のああいう場でのね開発っていうのはいいんじゃないのかなというふうに思ってます。何よりも何か行動す,るすれば絶対行動あの結果が変わっていくんじゃないのかなっていうのはぜひ皆さんねあの心に留めていただきたいなというふうに思います。 世界の自動車産自動車産業とどういうふうに連携しているのか気になります。<laughs> まあ、トヨタはグローバルな会社ですからね。<laughs> <のい S 1> そうですね。すねこれちょっと専門家が聞いてみましょうか。そうですね。ねただトヨタと他のメーカーのやっぱりつながりってあります。例えば今トヨタで売ってる GR スープラっていう車はドイツの BMW という会社と共同開発して作ってます。 それは多分トヨタのいいところと BMW のいいところが両方入っているっていうそういうあの連携はありますよね他にもありましたっけ他はね今はあんまりないですよねただあの車とそれぞれの国の自動車産業で一番違うのはねその国々の道なんですあの道が車を作るってよく言うんですけどやっぱりあの 厳しい道がたくさんあるようなところはそういう道に強い車ができますでただ高速道路でビューッと走ってるところではこれ言っちゃなんだけどあんまり面白くない車ができます <laughs> ですからあの日本の道っていうのはねあの日本って軽自動車多いじゃないですかで軽自動車は鈴木さんそれからダイハツさん、えー、日産さん 三菱さんが中心になって作ってますけどあのなんでこの車がね日本でっていうのかというと日本の道って軽自、えー、動車じゃないとすれ違えない道が85%なんですよ、ね、ですから日本の道にはやっぱりあのサイズ感っていうのが合ってるんですよね,ねで、えー、日本にものすごく大きな車を持ってきても軽の,の2台が すすれ違えるのが85ですからだからそういう車は合わないよねでそうなってくると海外と連携するにしてもどんな強みを取りあのお互い貢献し合うかというところをあのやんないとあの単に、えー、技術が先に行きましたということじゃなくてやはりあの多くの方に使ってもらう車を供給しているメーカーとしてはやはりたくさんの方がね 喜んでいただく商品に持っていく必要性があるのかなというふうに思いますのであの技術の分野ではもっともっと連携していいるととと思いますももっともっとあのドイツ勢アメリカ勢フランス勢そして中国勢いろんなところとをやってますけどそれをじゃあ商品というね車にした時にどうなるかというとそこはねそれぞれの,あのブランドの考え方もあるので。えーその 先端先行技術で連携した話が全部商品に出てくるかというとさっき言ったね BMW とトヨタがスープラという会社をあの車を一緒にやったというのはこれだけ種類がある中でねやっと一車種出てくるぐらいなんですよねですからあの商品のところではなかなか連携を形にするのは難しいんですけど先端先行技術とか未来の研究開発に関してはどん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 僕は連携した方が このカーボンニュートラルの時代また水素社会を作っていく時代にはいいんじゃないのかなというふうに思っていますわかりましたちょっとだけあのさっき社長が道が車を作るって言ったのは例えば日本の道って滑らかじゃないですかだけどアフリカとか行ったら道じゃない道走らなきゃあの生活ができないっていう人もたくさんいるでそういうところで トヨタの車がそこ走れなかったらダメですよって言ったら、その人たちは死ねって言ってるようなもんじゃないですか。で、そういうところでもしっかり、こう誰でも道なき道でもちゃんと移動ができるっていうのがやっぱりトヨタの思いなので。多分そういうい、ね、安全に帰ってくる。うんそうですね。安全に帰ってくるっていう、生きて帰ってこれるっていうことが日本では考えられないと思うんだけど、世界ではいろんな国があって、 そういうところをやっぱりいろんな道を走り込むっていうことも多分その世界との連携っていうところはあるのかもしれないですね。社長が思うトヨタらしさって何ですか<ー><ー>まとめにふさわしい質問でしたね。誰か仕込んでたみたいな。ね、上の人仕込んでたんじゃないですかね。僕,ね僕らしいトヨタらしさってね、あのありがとうが言い合える関係。 あのなんか自分が何かしてもらったら素直に「ありがとう」と言い合えるね関係のチームワークができる会社がトヨタらしさだと思うんですよところは最近ねやっぱりいろんなところで対立が生まれてますでしょ、ね、ああ行ったらこういうこう行ったらこういうみたいなねで対立でなんかあの対立みたいなものであの物差しを見るもうそういう物差しで世の中を見るっていうものから 僕はやっぱりねその協力しありがとうと言える関係僕こっちの方がねなんかねあのいろんな未来を生んでいくような気がしてるんですですからトヨタはそんなねありがとうと言えるあの関係を作っていきたいなというふうに思ってます重い質問でしたね <laughs> 最後あの秋尾社長から本日参加いただいた中学生の皆さんに メッセージをお願いいたします。はい、あのー、皆さん、あのー、この時間までおきつ付き合いいただきましてありがとうございました。今日の二つの言葉を覚えていただきましたでしょうか。と、はい、あのー、ちゃんと自動車産業はすごいまでま。あ、自動車産業はすごいまで。ありがとうございます。はい、<laughs> でも自動車産業はすごいで、なんか笑った人もいますよね。でも本当にすごいんですよ。 何ですごいか550万人が力を合わせてるからだと思いますで、えー、なんとかねあのこの湖西市にもスズキの工場をはじめ、えー、自動車産業っていうのがものすごく身近な存在にあると思いますあのどうしてもね自動車産業は大丈夫でしょうとか自動車産業はいろんな応援なんかしなくてもいいでしょうっていう声はあるんですが ものすすごい変化に今ささられてますそしてあの自動車産業が輸出しているお金が約15兆円です。エネルギーがこの国はないので、えー、ちょうどその輸入をしてエネルギーを買ってる費用も15兆円なんです。そしてこのコロナの時に、えー、日本全国では88万人の仕事が失われました。ですけど。 自動車産業は十二万の雇用を増やしていますですからこの中本当に五百五十万人頑張ってると思います。ですからあの皆様のおぜひそのそんな中でねあの未来のあるみんながあの応援してくれる産業になってほしいなというふうに思ってますのであのとにかくね頑張ってる人を応援しよう。えー、そして誰か何かやってくれたらありがとうと言い合おう。 そんなあの感じもね、えー、ぜひともこのカーボンニュートラルという言葉、水素という言葉とともに、えー、持ち帰っていただきたいなというふうに思います。あの今日は本当にお付き合いいただきましてありがとうございました。あの講師を務められた山本先生、山本信也さんに拍手であれやってください。ありがとうございます。 では豊田博雄社長そして山本信也先生ありがとうございました今一度大きな拍手をお送りくださいお二人ありがとうございました,ましたそれではご講談ください